ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、今回はポルシェの体感ターボ S に試乗しております。体感といえば電気自動車。はい、私小鳥ちゃんはね、電気自動車乗ったことないわけではないんですけど、やっぱりまあ普通のガソリンエンジンの車に比べると乗り慣れてないので、こうどんなところを伝えられるかなっていう感じなんですけど、まず今こう乗ってみて、この加速感、まあ私まずガソリンエンジンとその間のハイブリッドはあまり乗ったことがないのでね、プリウスとかがあれなんですけど、まあやっぱり発進はすごく静かですし、あのエンジンの始動音とかも、あのポルシェといえばやっぱりやる気にやる気がみなぎるねサウンドを響かせてくれるんですけど、それがやっぱりこのポルシェ体感にはないですよね。で走ってる時も今 e スポーツサウンドというあのポルシェ独自の走ってる時のサウンドを聞かせるものがあるんですけど、こちらをオンにすると多少は聞こえますね。そう、丸山さんもこれは結構こだわってたんですけど、まあ私も全く何も音がないよりはこっちの方がいいかな。で今回運転席こう座ってみて、ステアリング周りはまあここ最近のポルシェと同じような形になってますね。このスイッチ類とか、あとモード切り替えのこのダイヤルとか、ここは私使いやすいので結構好きです。今現在ノーマルモードです。で、メーターがそう今回すべてね液晶になっちゃったんですよ。湾曲型の液晶で、まあこれはこれでね結構見やすいので私はまあありかなと思ったんですけど、ただポルシェといえば、まあ、メーターがこう世代が変わってもね変わらなかったので、まあそこはちょっと残してほしかった。あとは今回こう3連メーターなんですけど、もしこう液晶化、全部液晶化はねしたとしても5連メーターで残してほしかったなってとこはちょびっとありますね。あと私たちが乗ってる997型の彼らとかだと結構シフトノブが大きいものがついてたんですよ。で最近の、彼らとかノブは小さくなっても必ずここにねシフトノブ、ドライブ、ニュートラル、リバースってあったんですけど、それがついに今回ここになりました。だいぶちっちゃくなってきましたね。なんかこう変わってしまうのはしょうがないんですが、今までのポルシェを求めてる方にはちょっと寂しさはあるかもしれないです。走ってみると体感ってやっぱりちょっと車幅が大きいからか、ちょっと普通のカレラとか、まあ、ボクスターケーマンよりはやっぱりどうしても大きくなってしまうんですけど、カレラと比べても気持ち車幅は大きいかなって。そこで細い道とか、あと対向車と狭い道ですれ違うときはちょっと気は使います。ただ近くなるとセンサーが、もうこの車すごくたくさんセンサーがついてて、近くなると反応してくれるので、そこはやっぱり今の現代の安心運転技術がついてるので安心して運転することができます。この後詳しくお伝えしていくんですけど、この辺の操作スイッチ類ももう全てモニター化してしまったんですけど、ただねそんなに扱いにくくない、要は直感で分かる操作がすごく多いので、まあ、こちらは内装を紹介した時に後ほどご紹介したいと思います。はい、これから間もなく高速道路に入っていくんですが、高速道路でやるのはやっぱり合流する時のちょっと加速、それで電気自動車だとねやっぱり加速力、ゼロ加速、ゼロ100加速がすごいってよく言うので、それをちょっとここで体感してみたいと思います。おお、ぐいぐい登りますね。それも静かに登っていくってところが、いきます。突き抜ける加速、いや加速自体は全然ポルシェの他のシリーズでもいろいろ体感できると思うんですけど、
電気は電気ならではの加速、スーッとなんかこう前から吸い込まれるような感じ。こうガソリンエンジンだとこう後ろからすごいパワーで押されるっていうイメージね、私のイメージなんですけど、なんか電気は前からすごい勢いで吸引されていくようなそんなイメージの加速です。皆さんこんにちは、 MSTV アシスタントの高梨レイラです。はい、モータージャーナリストでありテストドライバーでもある丸山博史でございます。よろしくお願いします。はい、この番組はモータースポーツを通して人々の生活に活力を与え文化として創造する、そんなコンセプトでこちらの番組お届けしております。はい、はい、前回の丸山さんの速攻インプレに引き続き、今回小鳥ちゃんが試乗したのはこちら、ポルシェのタイタンターボ S。 あんたよく乗ったねこれ。はい、それも引き取りからだから、一番最初に乗ったのが小鳥ちゃんだったんで、ね、はい、丸山さんが不在だったんで私がいてきたんですけど、そうなんですね、どうだった？あのね、まあ未来感があったんですけど、うん、ポルシェらしさもある、うん、ポルシェらしさってどこ？俺も思うところはあるけどね。ポルシェらしさはなんだろうな、乗った時の室内空間がまずポルシェらしさ。ただそうそうそう、ただ、うん、結構だいぶモニターばっかりになっちゃったんですよね。そう、アナログメーターがねちょっと残んなかったなっていう、うん、そう、あれクロノグラフメーターが残ったんだ。ああ、でもあれ絶対オプションだと思う。あれはクロノグラフパッケージとかの。ポルシェタイカンターボ S にオプションはもうみんなくっつけてください。はい。ね。はい。いいんです。ケイマンじゃないんだから。はい、そうです、ね。ケイマンは素で乗ろうって言ったけど。言ってましたね。もうね、これオプションみんなくっつけてもらっていいです。で、てんこ盛りだよね、オプションね。そうですね。ちょっと細かく見ていくと、はい、途方もないので今回は割愛させていただくんですけど、うん、まあ、車両価格が、約2400万円台に対して今回いろいろオプションついて2800万円台になってるので、400万円ぐらいがオプションってことでね。はい、もう驚かないな。はい、この価格帯になると、うん、うん、そっか、400万円プラスか、ふんふん。って感じになるんですけど、はい、まあ、購入するオーナーさんからしたらかなりびっくりなポイントだとは思うんですけれど、はい。はい、まあ、その話は置いといて、今回小鳥ちゃんが乗ってみて、まあ、もう電気も、もうあと10年後には、これが当たり前になってくるんだろうなっていうのを一番感じましたね、うんうん。今だとまだやっぱりそんな多くはないので、各メーカー、まあ、出しましたっていう感じなんですけど、うん、まあ、それがもういよいよこうやってスポーツカーで出てくるんだったら、まあ、10年後、20年後は、今あるスポーツカー、ファーンと音立ててるものもみんな、ヒューンになってくんじゃないかなっていうのを一番感じれましたね。若干寂しい。でも、丸山さん前回の動画でもおっしゃってましたけど、このポルシェならではの作り出したサウンドを気に入ってましたよね。うん、まあ気に入ってる。まあもうちょっと大きくてもいいかなとかね。うんうん、ダイナミック、スポーツモードにするとでっかくなるとかっていう。確かに。ちょっと欲しいけどね。走りのね、レスポンスはやっぱり他の今までの911同様にノーマルからスポーツ、スポーツからスポーツプラスって変えると、こう、レスポンスが良くなるので走りがキビキビして楽しさが広がるんですけど、音が変わんないところが私もね、ちょっとがっかりしました。はい、そんなことより今日はですね、内外装、はい、エクステリア、インテリアちょっと見せてくださいよ。はい。はい。まず、まあ、一番驚くのはこのフロントのフェイスですかね。うん、フェイスね。今までのポルシェシリーズだと、やっぱりポルシェって丸めが多かったんですけど、うん、だいぶエッジの効いたライトになってきましたよね。うん、このね、タレっていうのがね、うん、うん、ってちょっと思うんだけど、うん、でも、あんまり普通に思う。ノーマルにしちゃうと面白くないしね。はい。あとここ下が、うん、ここね、例えばテスラ車だと、はい、自動車感がないから、うん、ここのっぺりなんですけど、うん、若干こうまだラジエーターグリルみたいな雰囲気は残ってるんだけど、でもやっぱりちょっとのっぺりかな。うん、もうちょっと開口部、要は、ね、パワーの代替としてラジエーターグリルがでっかくなるから、はい、ポルシェのパワーアップバージョンはでかいわけよ、開口部が。でかいですね。ね、でかい、さらにオイルクーラーだ、うんうん、インタークーラーだって言って、開口部が前にたくさんあるのが早い証拠なんだけど、うん、なくていいんだよね。そうですね。電気だったらそれが必要ないですね。うん、でもここにちゃんとラジエータークーラーかな、これな。だけど、まあ、メインの出力を冷やす形ではないのでね。はい。ここはなんだ？ここにレーダーとかいろんなものがついてきちゃってるのか。そうですね。ACC はかなり、うん、優秀でしたね、今回使ってみて。そうですね。ここにセンサー、これもセンサーかな。すごいセンサーだらけだな、やっぱ前の方ね。
はい、でもね、こんな形の雰囲気と、はい、あの目の雰囲気ね。これヘッドライト付け消しできるのかな、うん、今多分エンジンがついてるので、うん、一応ついてる状態にはなってるんですけど、はい、ハイビームとかやってみようか。はい、ついた、ついてます。ウィンカー、はい、あ、ウィンカーってこうなってるんだ。乗ってたから気づかなかった。何何、どうなってんの。こんな感じ。確かにウィンカーってどこだろうと思ってたんですよね。でもここだけってことはないよねって思ってたんですけど、うん、あ、へえ。いいじゃないですか。じゃあちょっと一緒にリアも見ます。はい、リアもちょっと行ってみてください、はい、ブレーキランプもつけていきますよ。はい、お願いします。はい、ブレーキランプ、はい、どう、これが他のリアの形ライトは、うん、まあ他のポルシェシリーズとあんまり変わらないかな。そうですね。ここまあつながった現在のね、現行車結構こういう形ですよ、ね、スタイルでしたね。はい、続いて、フロント、ポルシェといえばやっぱりフロントね、荷物がね置けるので、じゃあちょっと開けてもらってもいいでしょうか。はいはい、あ、ここはいつも通りロックのあれは一緒ですね。うん、ふーん、あ、ちょっと小さいですね。そうですね、あのポルシェといえばね、うん、あのリアエンジン、リア駆動、はい、四駆もあるけどリアエンジンなので、はい、ここがね、このぐらいだったかな。そうガバって、だからボストンとかもボンボンって意外と、うん、ね、人が入りそうっていうのがいつもだったから、さすがにそんなにはないですよね。ここは入らないな。はい、ここなんかは何が入ってるのかな。うん、一応ポケットにはなってますね。うん、でもまあなんていうのかな、広い開口部で大きな荷物乗りますよっていうのが、はい、まあフロントにこんだけあったっていうのはまあ良かったですね、改めてね。そうですね。でもいつもより小さくなってるってことはもう結構電池が大容量占めてるってことですかね、うん、エンジン以上に。電池とやっぱり高出力モーターじゃないかなと思うんですけどね、うん、はい、リアの方を見てみます。はい、はい、じゃあリアの方行ってみましょう。じゃあリアの前に先に、うん、私的にここまだ開けちゃダメ、うん、ここ電気自動車なのでもちろんあの充電ポートがあるんですけど、今回のタイカンターボ S には2つポットがあるんですけど、まず先にこっちの右側から、はい、見ててね、かっこよくないですか開き方。ここが、普通のノーマル充電の、急速充電じゃない普通のタイプのポットになります。で、同様に反対側にもあるんですけれど、開けられるもんね、俺。あ、どうぞ。え、開けてみてください。はい。はい。え、この辺にセンサーが。こうだもんね。はい。見た見た見た。あれね、多分横にずらすんじゃないかなと思うんだけど、はい、これでも違うタイプの充電。こっち急速のポットになってるみたいです。はい。このセンサーの感度はあれですよね、うん、ちょっと前にあった SUV の足で開けるタイプと似たような感覚です。慣れないと、なんだこれ、開かねえじゃん、まあれあれあれ、今やってみてください。しゃ、おい、でもね、ちょっとなんか嬉しいポイント。はい、嬉しいポイン ト, いイントです、ね、はい、はい、次は、はい、もうタイヤのことは、まあ、一応前回喋ったのであれなんですけど、まあ、ブレーキがすごいっていう。ブレーキすごいよね、はい、これね、まあ、ブレーキフィーリングに関してはね、まだまだ、なんだろうな、回生ブレーキのね、フィーリングを直さなきゃいけないけど、でも、これだけの、本当にキャリパーとローターをつけるってすごいですね。はい。そして、このね、白と黒に分かれる、このホイールデザインも、またちょっと新しい雰囲気ですよね。そうですね。白い、白と黒の、なんか、両色使い。パワーというよりは、やっぱりエコという感じがね、ちょっとするようなデザインを使っておりますけどね。はい。でもでかいホイールですよ。うんうんうん、はい。26号、3号。大きいですね。21、この標準タイヤじゃない。一体、取っ替えたらいくらになっちゃうんだろう。はい、じゃあ、後ろ。あ、あと、ドアノブは、最近流行りのこの開閉式になってるんで、走ってる時は、このボディに収まってる状態で、はい。じゃあ、こちら。リアは、まあ、容量としては、こんな感じです。で、一応リアシート倒してさらに大容量に広げることもできるみたいなので、ゴルフバッグ、ゴルフバッグだとこの大きさだと入らないか。ゴルフバッグ、ゴルフ行くんだったらもう普通にリアシートにぽいぽいです。要は開ければできるけど、はい、4人で4つっていうわけにはいかないよね。いかないですね。4人で4つっていうのがね、昔はこうね、セダンタイプの標準荷物積載量だったけど、さすがにそれはできないけど、
ポルシェの体感で4人は行かねえかなみたいなね。2人かな。2人であのリアシート倒していければ大丈夫で、うん、これまたでかい充電のねシステムが、ね、ありますね。そうこっち大容量なのと、うん、あとこっちが一般的な充電ポットで使えるタイプが、ね、家庭の中で使えるやつがあって、はい、これが右側のあれか、はい、つなぎができるやつですね。右側ですねこれね、はい。まあ、これちょっとね綺麗に収まってるのが私的に好感度高かったです。そうですね、はい、はい。で内装いきましょうか。はい、内装だいぶシンプルになってきましたよね。これはね今電気ついてないと本当に何もないぐらいのスイッチ類何もない、はいはい、うん、もう唯一パーキングドライブセレクト、はい、レバーですよね。レバーレバーもでもだいぶちっちゃくなりましたね、うん、そうね前ここにちょこちょこんだったけどついにあの端に追いやられてしまいましたね。端に追いやられてしまいましたね。もう何もスイッチ類はいらないってパネルばっかりっていう形でね、はい、とりあえずちょっと起動します。はい、聞こえてきた今音。ただこの起動音、うん、やっぱもうちょっと演出欲しいな、うんうん、だってポルシェの GT3 なんて激しい、もうあれだよもうやる気になるよこれさすがにねミューンみたいな感じだとね、うん、あれだけど相変わらずこの音ね、はい、e スポーツサウンド、 e スポーツサウンドオンにします。はい、あ、走んないと聞こえないじゃん、うん、でもなんとなく変わるね。なんとなく変わってるよね。これね絶対マイクでは拾えない音域だと思う。音域だと思うよね。人の耳ではない、うん。残念だな。買って聞いてください。という形ですけどね。これの操作類が今。もうすべてモニターに。モニターに。あ。びっくりしたの。エアコンの。あ、あれ？エアコンの吹き出し口。今、ここ、エアコンの吹き出し口がこことこついてるじゃないですか。ね。これ、何にも動かせないんですよ。こうやって。あれ？これってもう送風。方向を向けられないのかなと思ったら。なんと。ここで、こうやって向きを変えられるんですよ。カメラマンびっくり今。ここで向きを変えてる。指で自分に向けたいって言ったらもう一点集中。俺の方にくれ。俺の方にくれ。どうですか。え？え？この湯？いやここを触った方が早くねえか。あんたでもそれだけじゃないんですよ、うん。今個別で操作できるようになってるんですけど、はい、うん、集中的って言うと、うん、どうですか。おお、あ、確かに、一個一個全部。一個一個やんなくても、ポチってやると集中的に、あの、運転席と助手席に飛んでくる。拡散。で、拡散にすると直接当たらないんですけど、空間全体を冷やしてくれるっていう。あ、一個一個やってるより楽です。楽です。だから、まず、暑い日に車乗り込んだら、車内全体が暑いじゃないですか。まず拡散で車内全体冷やして、で、あとは、もう、このクラスの車なんで、もちろんヒートシーターと、あと、ベンチレーション。そうだね。あ、これホットだよ。はい。まあ、ついてるので、まあ、これつけていただくと、背中からスーッと。そういえば、あの、内装に、あれだね、再生利用の素材が使われるようになったっていうので、はい、ああ、そうらしいですね。大体、ポルシェの高級車、うん、まあ、本革のね、しっかりしたものと、うん、あと、バックスキン、スウェード調とか、はいはい、そういうものがなってるけど、今回は、もう、ほぼほぼ合皮とか、そう、質感が大きく変わりましたよね。だって、このシートのここの、うん、優しいこのタッチね、うん、優しいタッチで、これ、もっと高級感があるのかなと思ったんだけど、実は再生素材、うん、みんなもうそういうものを使っていきましょうっていうので、うん、でもそれでもなんていうのかな、今までは革が王道って思ってたけど、はい、逆に言うとこういう素材の方が夏、うん、冬いろいろと快適だったりするんだよね。そういった意味ではね、あの全然なんていうのかな、うん、高級車イコールそういうものを使わなきゃいけないじゃなくて、はい、これから素材感もどんどん変えていくのが、うん、エコでもありね、はい、っていうのがあるね。あとね、俺すげえ、あの、あんまり気にしてなかったんだけど、はい、天井オールオープンなんですよ、これ。そうなんですよ。これ、すごいよね。ただこれも、うん、ガラスが断熱なのか、触っても、うん、あったかいはあったかいんですけど、そんな直射日光来たらもちろん大変だけど、あの、空いてるか空いてないかわかんないけど、実は外全面的に見えるっていうね。うん、これも、あの、テスラ車もすごかったけどね。うん、テスラ車もここも全面空いてるみたいな形になっちゃうけど、まあ、このね、ポルシェ体感でもこんだけ広くいくのか、うん、当然こういう素材ね、重量ある程度かさむとは思うんだけどね、うん、これであの強度も出さなければいけないのでね、はい、でもこんなところもね、もう新しくなってきましたね、うん、はい。
ちなみにこっちのモニターつけるの忘れてました。あ、そう、助手席の方もいじることができるので、はい、今ですねこっちのモニター消していたのはですね、電気、そう、エコモードにしていくと必要ないところのモニターは消していくとか、助手席側のこの今ね、ベンチレーションとかそういうのは全部消していくとかってできるんだけど、もう 1,2,3,4 4つのモニター、はい、ここもメーターパネルに関しては本当にね3つなんだけど、うんうん、はい、私が何度も言っていたアナログ、あ、でもこれ時計になってないんだね。そう、秒針です、それ。完璧に秒針で、今ちょっとクロノグラフメーター動かしてあるままなので、唯一ここですよ。はい。これまでデジタルになったらもうクロノグラフとは言わない。それだったら多分オプションつける人、ね、減っちゃうと思う。カシオのデジアナとかさ。やだ、やだ、やだ。なんだよ、それ。でもね、唯一残ってくれましたけど、まあでもね、モニターでいくらでもね、アナログ表記はできるんですけど、うん、もう本当に全部がオールモニターになってきちゃってますね。あの、5連メーターがなくなっちゃったのがちょっと寂しいなって。うん、はい、我々、後ろにまだ一回も座ったことないんじゃない？乗ってないですね。後ろに行く？一瞬だけ行きますか。行ってみましょうか。はい。一応そこ評価しておかないと。確かに私今まで乗ってたのって、ボクスター、ケイマン、カレラって、どれも、あの、基本2シーター。4人も乗れるよって言っても、はい、基本通信した。ウィズミーファクトリーにあるのはちゃんと4人乗りですからね、911は。彼ら。彼らの4人乗りは大変だけど、でもこいつは、はい。全然。これはまあ、普通に4人で快適に。なんならここ、5人じゃないですか、シートの数的に。シートベルト。5人乗りか。5人乗りですね。ヘッドクリアランスも十分あります。はい、ここ意外と普通で、普通でございますって言ったらあれだけどね。あ、でもモニター。ここにも。ああ、じゃあ、モニター 1,2,3,4,5、5個。で、後ろも全部やっぱモニターなんですね。本当ですね。確かに後ろの空間でもね、あの、パナメーラとかのようにね、ポルシェでしっかり、まあ4人5人がこうやって乗れるっていう形になってくるので、うん、まあそういった意味では、なんだろうな、今までやっぱりスポーツカーにこだわっている中で、うん、どうしても2シーターか、うん、それとも4人乗りでも後ろがすごい狭かったりっていう中で、うん、パナメーラがやっと乗れるようになったんだけど、この体感が売れることによって、はい、うん、まだまだポルシェのユーザー層はね、広がるんじゃないかなと思いますよ。はい。はい。というね、後ろ、あ、もう初めて乗ったけど、全然後ろでね、うん、またこのシートの素材感とかもね、あんまりベタベタせずにね、いいんじゃないかなと思いますよ。はい。もう後ろのポケとかないですね。もう簡素。意外と簡素ですね。簡素。はい。シンプルに。うん、確かにね。いろいろいじってみたくなっちゃいますけどね、はい、外に行きますか。はい、中でもおーって思うとこないですか。私が言いたかったのは、うん、はい、ここの走行モードに関して、うんうん、まあ普通にノーマルスポーツはもちろんあそこのダイヤルなんですけど、それ以外のシャーシ車高とかを全部ここで一括操作できるんですよ、うん、確かに、ね、あとね結構これ変えるとダイレクトに変わります、うん、それちょっとやってみようか。じゃあ、はい、ね、前来た、前下がってる、前下がってる、後ろ下がった、後ろ下がった、これが今一番下がってる感じ？多分止まったら一番下がってますね。はい。まあこの形が最も車が綺麗に見えるところでしょうね。あとはこれ、確かモードをスポーツプラスとかに変えると、必然的にこう、モード変えたとともに車高も下がるみたいなんです、ね、うん、はい。じゃあ上げてみましょう。はい。上がった。おお。これ今標準より上がるタイプ、リフトに。はい。はい。若干、おぉ、まだ上がってる、おぉ。なんか、四駆の車みたい、四駆だよ、これ。SUV みたいに若干なったよ。どうでしょうか？いや、これだったら、どこにでも入っていけますよ。そう、なので、コンビニとか入るときに、ちょっと段差が大きいなって思ったときは、多分、一時停止すれば変えられるので、そうね、意外と、車高の低いポルシェに慣れてない人には、ちょっとありがたいなって私も思いました。全然思います。はい。フロントがすぐにパッと反応して上がってくれるんで、うん、ちょっと段差のあるとこ入るときにはこれ押したいですね。はい。はい。ちょっとね、本当に SUV に見えるんで下げといてください。じゃあ丸山さんの好きな一番低いやつにしときますね、はい。当然です。はい。やっぱかっこよくないと。車の姿はかっこよく置いとかないと。はい。さあ、どうでしたか、はい、内外装を含めて、うんうん、まあ走りもね、ちょっと堪能してくれた小鳥ちゃんですが、はい、ポルシェ体感、ターボ S、うん、どんな感じですか？乗ってみて一番思ったのは、普段使いが普通にできるポルシェ、うん、今までの、うん、ポルシェ2シーターか3
さっき丸山さんが言ってたように4人乗りもできるっていう形だと、やっぱりちょっと普段使いしにくいなっていう荷物だったりとか人を乗せたりってところはあったんですけど、まあそれを気にせずに走れるので、逆にちょっとスポーティーなところに行き過ぎない、そうだけどポルシェに乗りたいなっていう人とかにはまあ受けると思いますし、まあ今までだったらパナメーラがあったとは思うんですけど、うん、これからの時代はやっぱり電気ってなると、今後この体感シリーズで、体感って7種類あるんですよ、ラインナップが今。そうなんです、ね、ちょっと私も全てのモデルを細かく調べることはできなかったんですけど、それだけいろんな人に合わせてラインナップが用意されてるってことは、まあ、今後もかなりポルシェが力を入れて販売していくと思うので、長きにわたってラインナップとして出ていく商品じゃないかなと思いました。そうですね、どうしてもポルシェはスポーツカーのね、こうイメージで昔から持ってるイメージを崩せない部分もあったんだけど、うん、はい、うん、速さが電気でね、はい、こうやってドカンって手に入るんだったら、意外とこうデザインが自由になるというかね。それはこのフロントで ね特に今後のポルシェがこう自由にまあ変革していく中で、うん、いろんなメーカーの中でいち早くこう電気のね速いスーパーカーを出して、こうイメージをねもう持ってる、はい、ポルシェの電気といえばポルシェのスーパーカーみたいなイメージをドーンとこう打ち付けて、うん、だけど今回ね一番最後に出てきた後輪駆動なんていうのは1100万ぐらいですもんね、はい、そういった意味ではね1000万を切るような、うん、例えばケイマンあたりもモーターになってくるようなね、うん、それはまあケイマンになるか、タイカンのなんとかっていうのになるかですけどでも電気の時代をもうかなり先取りしてる、してますね、スーパーカーのメーカー、はい、スポーツカーのメーカーとしてね、うん、素晴らしいなと思いますよ。もちろん大衆車っていうのがね、うん、今までそんなないんでね、うん、まあ、カイエンとかカイエンターボとかマカンとかありますけども、もちろんああいったものもね、全部電気でこれからもやっていけるんだろうなっていう時代は全然見据えた体感、うん、はい、ターボ S 最高峰ね、最高峰とりあえず今回持ってきましたよ、はい、ということでね、小鳥ちゃんも、うん、喜んでくれましたか、これは。はい、やっぱり普通乗れないですからね、うん、私みたいな。そうですね、そう、だからそれをやっぱりこうして乗れるのは今後の経験値としてもいいし、あとはこういうのが当たり前になってくんだなっていうのを先取りして感じれたのはやっぱり大きいなと思います、うん、やっぱり乗った乗ってないでただ資料見るだけとか、うん、ウェブでねその出た情報を見るだけ、我々もニュースやってますから情報だけもらってニュースやるだけよりも乗ってみると、乗ってみるとね、あー時代が変わってってる、はい、これが普通なんだ、体感、体感そういう意味今うまいって言おうと思ったのに、体感したわけね、体感しました、電気の時代を体感したわけね、はい、してきました、ありがとうございますこっちもよろしいよ、はい、今回の様子は、丸山さん、私、車のニュースバーグの方にも、掲載されるので、ぜひそちらの方もチェックしていただけたらと思います。それでは皆さん、今日のところはこの辺で、さよならー。